いやー、ライオン寄ったではなくしたね。単にひよこ打ってた。あ、ついた戦いだった。いや、単にひよこ打ってれば、まあ、少し分が良かったかもしれない。感想戦やる？じゃあ、ちょっとだけ感想戦をしていきたいと思います。はい。覚えてるかどうかわからないですが。まず、先手番の私は麒麟を動かしたと。はい。で、麒麟を動かしましたね。はい、で、千日狙いで金を、あ、麒麟を引いたんですよね。はい。うん、まあ、これはあんまり意味はないんですが、はい、こうやって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 取ってきたんだ。取るしかないですよね、これ。そうですね。打開するのは取るしかないと。で、取って、ゾウさんが来たのかな。まあ、ゾウが反応は自然だと思うんですけど、ね。はい。ここで、取ったんですよね、私。そうですね。うん、取って、キリンを哺乳振って、で、ゾウを並べたと。それで、ヒヨコ。あ、ヒヨコ王手したんだ。ですね。ヒヨライオン。ヒヨライオンって。引いたのか。それで、あ、俺こうやったんですね。うん、いや、ここだよね。確かに、ここまでは。ここなんかチャンスっぽいですよね。いや、ここまでは確かにいい勝負を指してか。うん、まあでも取ったのも別に、まあ、悪いってことかな。こう取るかこう取るか2つあるんですよね。うん。まあでもこう取るとこう。まあ熱くなるっていう。まあそれはそれで出すんでしょうけど。ちょっともう思い出せないの。どうやって取ったのか。で、いや、自分こう取ったら多分こう取られて、ものすごい熱くなりますよね。なんか先手先手でやられるんで。確かにキリンがこうなんか並んでくるよ、うん、そうですね。だからまあしょうがないからこう取って。で、まあこれも実践的ですよね。あ、そう、それ、まあ玉立つ手もある、ライオン立つ手もあるかもしれないけど、こう取ってなんか、象とか張られるんですかね。まあ張っていいかどうかはよくわかんないですけど、その後の手が。押していけるかどうか微妙なんですよね。あれ、そうか、千日手でいいと思うと、そうか、象張ってなんかライオンが、で、まあ確かに、来なさいというですね、感じで難しいですか。まあライオンもあったかもしれないけど、手堅くキリンを、まあ実戦的キリン冠、いやもう冠で、それで玉寄ったのか、そうですね、ライオンたちが、ちょっと二択だったんですよね、これどっち行けばいいのか、それで、これひよこ合わせですね、これは空き巣でしたね、ああ、ほんと、ひよこここですか、ひよこそうですね、なんか C3 ひよこ、これわかんないですね。取るのかな、取るのか、これ取って、ライオン取れるかどうか、取って、ゾウ、こうやってこう取ったらライオンでトライが受からない、ね、トライが受からない、あ、なるほど、ちょっと動かしてください、あ、はい、すいません、そうですね、すごいな、これ、あ、これで、いや、取ったらこうやろうと思ったんですよ、私取って、これゾウは、これは一体、ね、一気に持ってこうと思ったんですけど、これトライルールあるからね、それが面白いですね。で、これ、やったーって取ってると、トライされて負けちゃうってことですか、ここに来られて。そうですね、これもライオンが笑ってますね。なるほど。ということで、戻せないな、これ。戻せるから。だから、ここに来られたらまずいのかな、はい。ヒヨコはこうぶつかったんですね。あ、そうです。ヒヨコぶつかってて、これキリンがいたのか。はいはいはい。これまずいのかな。こうですか、じゃあ。もう一回。あー。どうなの？ミスしないの大事ですね。あ、そうですね。いやいや、すいません。リプト私がミス。いやいや、しょうがないですよ、これ。ミスしがちですよ。で、寄ると、引く。こうやると、こうやって、もう一回セリフして狙うと。これでも、うまく、先手番としてはうまく狙ってっていうか、これ、あんまり有利かもな。有利感ないですね。こうやったらこう。うん、確かに戦士。ああ。戦士ってなんかします。何がね、いけなかったのか、我々分からないですけどね。そうですね。ちょっと。後手が有利なんで。読めるけど。こうなると。はい。まあ、これはこれで難しい。まあ、これがね、7になってますからね。例えば、こうやったりすると、こう、取って、象をここに打ってみたいなね。感じになりますよね。確かにね。これだと、新にしてになっちゃうかもしれないですね。はい、実戦は、あ、ライオン寄ったんですね。そうですね。いや、これは、これがね、刺した瞬間に、こっちに行ってもこうなのかな
あ、そうですね。まあでもこっちに行った方が確かにマシでしたか。こうやったらどうなるんだろう。えら、キリン引く？キリン引く。これでヒヨコついたの？ヒヨコつくのか、これで。まあ、わからないですけど、それ。どうなってんのこれ。こうやるとこうやって得なんですかね、それは。まあ、鶏になっちゃいますもんね。あ、じゃあここに垂らすのはストライオンウェブなんですよね。で、こうな、あえてなって、あ、取れないのか。取れないですあれ。これは。刺すって難しいっすね、これ。あ、でも、ヒーリングか。刺す。それだと、取るしかない。ライオンが来て、ライオンって。そうか。これ出ると実戦みたいにまた切り入れ、うん、まあでも取られた時にこれがね、ちょっと中途半端な駒になってるから、取って、こう打って、こう寄られた時に刺すって難しいですね。で、寄るのか。あれ、角打たれてるのか。キリン打ってライオン立つと、あ、こうやって、はい、こうですか。黒を打って、はい。で、寄られて。ここに打たれるんじゃない？こうやって、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 こうで。あ、こういって。はい。こうやって、キリン打って、こういって。ああ、そうですね。あ、そうそう、こっちだけど。あ、そう、これはまずいですか。こうやると、ここら辺に打たれて罪ですからね。ゾウ、キリンで。そうか。やばい。なんなんすか、この動物将棋の感想戦。熱のこもった。熱のこもった感想戦。もう戻らないですよ、私。将棋なら戻るけど。今そもそもなんか象打った時にキリン別に引く必要あ引く必要なかったんですか。なかったですかね。こう言って、こう言って裏から打ったこうか。こう言ったんですね。で、こうやってこうやってた時にこうやる必要はない。必要はないんだけど。どうしてこれ引く必要は別にないですよね。じゃあ先手狙いでこうしますか。なるほど。うん、こうしますか。なんかこういうひよこってね損になりがちですもんね。こうやっといて。そうですね。そっか。良くないから。これで耐えてる。耐えてますね、これ先。あの、先手間はね、あの、引き分けでいいっていう気楽さがありますね。なんか確かにあんまりもう、よくわからない展開に、そうそう、もう難しい展開もつくのも。互角でいいっていうね。将棋と逆ですね。そういうことや、互角でいいみたいな感じ、ね。で、じゃあ、あの、ライオンがこちらに右側に来て、あの、ね、裏から打った手がいい手で、ちょっと良くなりましたか。そうですね、これ、厳しいですね。うん、しかし今レース、あ、そうか、レースに行くと、これちょっとなんかまた、あ、ちょっと悪手に悪手を重ねちゃいましたかね。何刺すか難しいですよね。パスするとどうなの？なんか厚くされちゃうかなという。厚くされるとって。そうですね。まあ、ただ、で、取って、たらでも実際に。わかんないな。実際に。こうやると、こう、ひよこたれて悪いですよね。ああ、そうですね。行く場所がないから。それは確かに。これもなんか筋悪いですよね。ひよこの上にキリン打つんで。取るのは普通だと思うんですけど。取って、まあ、どう。あ、でもこうやられてダメか。あ、そうか。あ、で、あ、これはこう。だからこうですね。あ、じゃあこれ結構熱い。熱いのかな。ちょっと待ってください。こう打つ。そこに、こうやって。何持ってるの？こうやって、こうやって。ああ、でもそっか、その形やっぱり。これがあるからね。まあ、取るんですかね。取る。これがね、邪魔ですね。この形もしかしたら負けかもしれないね。いや、これが中途半端だから。手持ちなら、多分いい勝負だと思うんですけど。これ、こうやってこうやられた形がね、どうにも始末が悪いというか、こうやると取られちゃうし、こうやると、この形が悪い形だから、逃げられて刺せてないし、こうやるのかな、だけどそれで。ああ、そうですね。ギリギリ耐えますか、これで。どっちかな、どっちか、二択が難しいですね。まっすぐで立たれると。で、こう耐えとく、ゾウで。ああ、違う。ゾウは罪だから。あ、でもこれもあるんだよね。ああ、そうか。あれこれ必死必死。あれで。必死だ。あ、じゃあこっち行くしかないんだ。こっち行くってことですね。ここからこう。あれこれでなんだ、これで。え何これ。これなんか筋悪いですけどね、この形。筋悪いけど、なんかやっぱりでも。意外に難しい。ライオンは一人なのは、ライオン一人でも、結
多分ここになんか打つしかないですよね。ゾウからこうやられたら結構きついでしょ。そうですね。でもゾウって金によって制空権に握られますもんね。あ、じゃあ金だとこうでしょ。あれ、あれそういう裏とかある、それで。まあそれこうやってか。これはこうしてこうやって。すごい戦いだな。それんどうなってるの。ちょっといいですか。はい、これでこうやってゾウが来て、ドローライオンやってここに打つと。これが取れるのか。それ取られて負けですね。根元取れれば勝ちですね。こう取るとこうだしね。あれ、いつの間にやら勝ちになっているのか。耐えるとこう取られちゃうのか。あ、だけどそれで裏切るか。ああ、そっか。なるほど。あ、こう取るのか。こう取られたら勝てないですね。で、こうやる。あれはそんなに簡単じゃないか。ただこれ取って罪ですね。ああ、そっかそっか、うん。だから、ここに一回打つしかなくて、打っても取ればいいのか。ここですかね。あ、いや、この局面で。あ、これ。打つんじゃ、取られてダメですね。そうですね。じゃ取られて、取って打たれて。これ、マウント取ったら結構、ね、熱くなって、負けなくなりますよね。なんか確かに。一つ上に行くと。確かに、上に上がってますもんね、やっぱり。やっぱり、こういうと下段に落とすと。そうね。つばさりやすい。ライオンは下段に落とすでね。正しい格言が。上段に行かれるとね、トライされちゃうし。まあ、確かに。いや、だけど、まあ、2戦でしたけどね、かなりいい内容だったと思いますね。いや、これ見返してまた。伊藤さんの内容がとても良かった、ね。私の内容は。いやいや。ミスしちゃうからね、先に。まあ、秒読みだとどうせ、まあ、ミスは。安いと思うんですけど、一手を指すよりもやっぱりミスしないように心がけた方がいいかもしれないですね。千日手でいいっていうね、そういう心の余裕でいった方がいいかもしれないですね。ということで、ね、はい、じゃあ次回は、はい、上村五段の罰ゲームがあるよ。あ、次回も見てください。ありがとうございました。ありがとうございました。いとしん TV、 グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。